美です。今日はファッションが一番楽しい季節と言っても過言ではない秋服の購入品を紹介していきたいと思います。お洋服だけじゃなく靴が今回3点あったり、あとはザラとか、結構皆さんが物欲が爆発しちゃうんじゃなかろうかというあのブランドを取り揃えて紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。皆さん秋服お買い物楽しんでますか？なんかもう年々夏がこうずっとあって、突然冬みたいになってて、なんか秋服を楽しめる時期が少なくなってってる気がするんですけど、とはいえこの短い秋だろうがやっぱ全力でファッション楽しみたいなと思って生きてるので、もうお買い物を私は楽しんじゃってます。というわけで一つ目購入品紹介いこうと思うんですが、今回あの古畑星華ちゃんにお誘いいただいて初めてクラネの展示会に行ってきたんですよ。クラネもともとすごく好きで、その展示会でオーダーしたものが届いたのでご紹介します。一つ目じゃーん。あら、なんてシンプルで使い回せそうなトップスっていう印象なのですが、Uネックのカットソー購入いたしました。これ本当にシンプルな、あのカットソーになってるんですけど、やっぱところどころに本当クラネらしいワンポイントエッセンスが入ってるなと思っていて、まずここに肩パッドが入ってて、ちょっとここもちもちしてるんですよ。でこの肩パッド自体は取り外しができるみたいなので、本当お好みによって調節してくださいってプレスの方に教えていただいたんですけど、もう本当に着心地がいいのと、秋たくさん絶対着るっていうもう予感がドンピシャでしたので、これは本当に迷わずオーダーしたっていうアイテムになります。着てみようかっていう感じなんですけど、ちょっと今着ているお洋服も可愛いのでせっかくなのでご紹介すると、こちらは M アンダーバーっていうあのマルキューに昔から入っているマウジーの大人の女性向けブランドのアイテムになってて、これタンクトップなんですけど、すごいね可愛いんですよ。モケモケしてて、これはこの前 M アンダーバーさんでインスタライブをねさせていただいたんですけど、その時にギフティングでいただいたものなんですが、もうめちゃくちゃこれ気に入ってて、めちゃめちゃこの秋たくさん着てます。あのセットでスカートもあって、こうやってセットアップで楽しめる感じになってます。こんな合わせて着るとこんな感じ。ちょっと着替える前にあのお気に入りも紹介しちゃいました。というわけで早速こちら着ます。はい、着用してみました。着てみてわかるこの形の綺麗さで、袖の部分がちょっと長めになってるんですけど、ここがこうやって分かれていて、これがまたアクセントになっていて素敵です。かわいい、本当にピタピタなんだけどすっごい着心地がいいですね。で一応手洗い OK っていう感じになっております。で肩パッドここに入ってるんですけど、私骨格がウェーブなので、上半身のねこの辺にボリュームがない体をしてるんですよ。なのでこういう肩周りにちょっとアクセントがあるものだったりボリュームがあるものを着た方がこうなんか全体のバランスが良くなるので、肩パッドとかそういうもの大好きなんですけど、これもとっても可愛いです。てかなんかもちもちしてて気持ちいいここ肩バーンされても守ってくれるぐらいもちもちしてます。なんかまあその用途では多分ついてないと思うけど、めっちゃ気持ちいいよこの肩のもちもち感。はい、クラネの展示会でオーダーしたものその2、これ私届くのめっちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、じゃーん。もうなんだと思います、これ。スカートと短いショートパンツが一緒になってるよってものなんですが、最近結構海外のコレクションとかでも短っていうモヘアというか冬のニットの素材のパンツって流行っているじゃないですか。でもそれめちゃくちゃ可愛いけど、日本でニットのショートパンツをお尻丸出しで履くのって割と難易度高いじゃない。そんな時にこの子っていう感じなんですけど、いわゆる短いニットのショートパンツにこうかぶさる形でスカートがついてるので、その中はね本当にニットのショーパンなんだけど、お尻を丸出しで着ることはないっていういいことずくめなショートパンツになってます。履いてみたんですけれども、この状態でお見せするのすっごい難しいんだけど考える人感すごいけど、はい、こんな感じでですね、ショーパンに、スカートがドッキングされております。このちょっとトップスに対してこれを合わせるかと言われると、そうやって着るかどうかはわからないけれども、オーパーな大きめのアウターとかが今季流行っていると思うので、私はこうちょっと
レザーとかの素材の大きめのジャケット羽織ってこのパンツを合わせたい。はい、どんな感じかというと、数年前に MM6 で購入したビーガンレザーの、アウターなんですけど、もうほんとこんな感じ。もうバサッて大きなアウターの中に下ピッタピタのこういうちっちゃいニットのボトムを合わせるみたいな、こういうバランスで秋冬楽しみたいなって思ってます。ちょっとこの肌の露出感が気になるっていう方は、タイツ履いてあげて、ロングブーツとかニーハイブーツとか、今季はちょっと太めのブーツを合わせてあげるのが可愛いかなって個人的には思うんですけど、そんなコーディネートをしてちょっと肌見せコーデを楽しんでいきたいなと妄想しております。やっぱり年々こう年を重ねていくと、いわゆる本当若い子で流行ってるドンピシャの肌見せコーデをそのまま取り入れるとちょっと痛々しい印象になっちゃうかなって思うんですけど、やっぱりそういうところってすごいクラネさんみたいな、こう大人の女性向けに作っているブランドさんってめちゃくちゃお上手だなと思って、このニットのショートパンツも大人でも着られるようにやっぱりデザインされてるんですよね。そこがやっぱりクラネとかの好きな理由だなぁとまじまじと思います。やっぱり年齢を重ねていくとファッションってちょっとどうしても保守的になっていくというか、周りの目とかを気にして選びがちになってくると思うけど、やっぱりこう着た時に自分が一番テンション上がる状態でいることが結果的にいろんな人へのパワーに変わるって私は思ってるので、もうね、肌見せファッションやっぱり楽しんでいきたいし、なんかこう着てみたことがないなこのアイテムっていうものに出会った時に、一番こうコーディネートする時に私はワクワクするので、結構このニットショーパンも私の中でチャレンジアイテムなんですが、この子をねちょっとスタイリングしていくのが私はちょっとこの秋冬楽しみでございます。そしてこれも私クラノの展示会でなんか突然なんか噛んじゃったけど、はい、一目惚れしたニットになっております。チャララッチャラー、このピンクのモケモケニット見て、ほんと毛足が長いの。この子が猫だったら絶対に高級な何お椅子に座ってるだろうっていう毛足の長さのニットになっております。でもうチクチク感っていうのが一切なくて本当に気持ちいいんです。このニット着てみます。はい、着てみました。かわいい、かわいいぞ。ふわっふわでめちゃめちゃ暖かくて、で袖はそんなにこう長いっていう感じじゃなくて、ちょうどいい長さですね。で丈もそんなに長すぎることなく、ちょうど良いバランスが取りやすい感じの丈感になってます。え、かわいい。こんな感じでなんかジュエリー見せたりして、いやー、秋冬楽しいっていう気分にさせてくれるニットですね。私本当に春夏秋冬の中で夏が一番好きなのね。それって逆にだよ、寒くなっていくにつれて好きじゃなくなっちゃうの。本当に私冬が一番苦手なんですよ。だから冬は長いし寒いし一番苦手な季節だから、もう気分が高まるニットを買ってあげるようにしてる自分にもうなんかやっぱりちょっとこうテンションが上がるものを着てると、それだけで私本当単純なことに幸せになれるので、このニットも、このニットがあったら秋冬少しでも苦手だ季節を好きになれる予感しかしなかったので、などという日々自分のことを正当化してお買い物を楽しんじゃっているっていう状態になっております。でもこのカーディガンは本当に可愛くない？可愛い。こうやってデニムと合わせてもいいし、スカートでも可愛いし、これはオーダーしてよかった、過去の私最高って感じ。あー、可愛いわ。ですが今着てると猛烈に暑いのでちょっと脱がせていただきます。はい、 M アンダーバーちゃんのトップスに戻ってまいりましたが、クラネの展示会でオーダーして届いたのはそんな感じで、もう一つ続きましてはラブレスさんでの購入品でございます。じゃーん、このシアーなトップスをご覧ください。夏から秋になってく一番何着ていいかわからない時代時期、もう何が便利ってこういうシアーなトップスだと私は思っているのですが、オフホワイトにベージュのピュイーンがついておりまして、ちょっとクシュクシュってしている感じになってますね。で結構袖も長めになっていて、お袖のこの先にもピュイーンっていうベージュの
ものが、ついております。これも着ます。はい、着用してみるとこんな感じです。この袖がちょっと長めでめちゃめちゃ可愛い。そしてこのシアー感最高ですし、袖こうやって長めに、まあ、ちょっと萌え袖的なニュアンスで着てても可愛いし、これが長めだからちょっとこうクシュクシュってさせて、何かのこうインナーとして着た時にこのクシュクシュを袖からこう出してあげても新しいニュアンスが生まれるんじゃないかなっていう感じですね。はい、こんな感じでめちゃくちゃ可愛いし、めっちゃくちゃ滑らか、着た時がすっすごい気持ち、なんか自分でサワサワしちゃうぐらい肌当たりがすっごく良くて、やっぱねこの着心地の良さがラブレス先輩なんですよっていうぐらい、本当に着ていてめちゃくちゃ気持ちいいシースルートップスです。これ可愛いな。こういうのってなんかさ、お店で売ってる時よりも着た時に可愛さを発揮する服ですよねなんか手挙げちゃってるけど、可愛い、大人っぽシースルトップス探してる方、この子めちゃくちゃおすすめです。かわいい、いいお買い物ができた。次行きます。ラブレスに行く時って私青山の店舗に行くことが多いんですね。ラブレスの青山すごくこう2階建てで見応えあってめちゃくちゃお買い物が楽しいんですけど、そのラブレスの向かいにH Beauty & Youth っていうユナイテッドアローズの系列 の、 セレクトショップがあって、そこも本当に可愛いのがたくさんあってですね、そこでこの前お買い物したものをご紹介します。じゃーん、紫のショート丈のニットとなっております。まずこの本当に紫がめっちゃくちゃ綺麗な色だなと思って本当にときめいてしまって、胸キュン、オブ胸キュン着てみます。はい、羽織ってみましたが、こちらのニットこんな風にカシュクールになっているので、こんな風に紐をクロスさせてこうやって結んであげて着る感じですね。ちょっと今下のキャミソールがすごいなんか何ギューンって感じなんだけど、まあなんかここら辺は、まあ、短い丈のトップス合わせてあげてもいいしっていう感じで、ちょっと着方を見つけてあげようかなって思いますが、昨今バレエコアって言ってなんかこうバレエ、クラシックバレエから影響を受けたファッションが結構韓国を筆頭にというか流行っていると思うんですけど、まあ、本当にこのニットもまさしくバレエコアの流行ドンピシャって感じで、まあ、私本当にずっとクラシックバレエをやっているので、バレエコアの流行がもう本当にバレエのレッスン着にしか見えなくて仕方ないんですけど、まさしくこのカシュクールのニットももうレオタードの上に昔着てたよなっていう感じ、ドンピシャのニットとなっております。でもそれはすなわち可愛い、かわいいし、この紫が本当に綺麗だなと思って、このニットもチクチク知らずですし、アメリカンな色合いが大好きなんですけど、昔からなんかこういうピンクとかさと、この紫の色合い見て、かわいい、色に元気をもらえるよね。濃い紫のねカーディガンは去年着てたりしたんですけど、ちょっとこの紫なんだけど華やかな感じの色が本当にツボすぎて、まあそうなの、ラブレスの横にさH Beauty & Youth あるから、だいたいラブレス行くとセットでそこを覗いてしまって、それぞれでなんか買っちゃったりして、本当にラブレスと H Beauty & Youth は青山のもうアミシーホイホイみたいな場所なんですよね。可愛いお洋服に出会っちゃうの、そこに行くと。で、大体その青山のラブレスと H 行った後はカフェキツネも近いので、キツネカフェ、カフェキツネでオーツミルクラテを飲むっていうのが私の青山3点セットとなっておりますので、ぜひ東京に行って青山プラプラするっていう際はそのセットをご堪能くださいっていうぐらいに、私の一押し大好きファッションスポットになっております。まあ、この H 行った時もなんかね、友達と本当にヒューンってテンションでパーって覗いたんですよ。その一瞬でこの可愛いニットと出会っちゃったと同時に、めちゃくちゃツボなスニーカーをその H で見つけて、ただその日時間がなくて試着っていうか、じっくりそのスニーカーをね見ることができなかったの。でも家に帰ってからもそのスニーカーがもう頭の片隅に離れなくて、これは改めて H に見に行こうと思って、3日後ぐらいにですね、わざわざまた青山に行ったんですけれども、そのスニーカーがですね、履いてみたところサイズがなかったんですね。
サイズがないと言ってもですね、私 25.5 センチとか25センチとかの割と大きめの足をしてるんですけど、うちでそのサイズレディースで扱っていません、そのスニーカーはっていう、ちょっとあの切ないお言葉を店員さんからいただく結果になっちゃって、うわ私の虚足のせいでそのスニーカー履けないんかいと思って、あのへこみながら家に帰り、おとなしくネットでそのスニーカーを検索して探し回ったところ、オンラインで発見しましたっていうのがこのスニーカーです。長いよね早く物を見せてくれっていうぐらいなんですけれども、どのスニーカーかというとアディダスです。実は私アディダスのスニーカー初めて買ったんです、人生で。あ、もうとっとと見せます。はい、こちらです。じゃーん、サンバと見せかけて、いやサンバなんだけど、ご覧ください、このベロがついてる、これがめちゃくちゃ可愛いと思って、本当にこの H で見かけて一目惚れして、結論自分サイズをネットで購入いたしました。アディダスのこのね3本線シリーズ、いろんな種類があるじゃないですか、スペツィアルとかスーパースターとか、サンバとか、本当にいろいろ見てて、いやもうどれもこれも可愛いなってずっと思ってたの。ただサンバが流行り出してからはちょっと経つじゃない、でそのサンバの波にちょっと乗り遅れて、今からサンバ買うの、いやでも欲しい、うーんとか言っていろいろ考えてた中で、このベロ付きのサンバここなんていうのベロ付きのサンバがちょっと話が違うぞと思って、今からサンバ買うんだったらちょっとこの一癖あるものを選んだらなんかねちょっとワクワクするなぁと思って選んでみました。あとは本当にこのずっとサンバが気になってたプラス、ことアディダスとウェールズボナーのコラボのスニーカーが私ずっと可愛いなと思って欲しいなと思ってたんだけど、思った頃には、自分のサイズが見つからないというか、売り切れてて見つからなくて出会えなかったので、もろもろのアディダスのサンバ欲しいのなんかこう夢をビュンってこう詰め込んだのがこちらのスニーカーですね。でサイズはですね、私8ハーフっていうのを、オンラインで購入いたしました。では秋冬たくさんたくさん、これから、春もね夏もね、はい、365日履いていこうと思います。続いてもうこちらも展示会で一目惚れして購入したトップスになるのですが、じゃーん、アニュアンズのトップスでございます。もう気がつけばなんかこのモケモケした素材ばかり手に取っているこの秋冬っていう感じなのですが、これもちょっと着てみますね。はい、こんな感じです。え、たまらなく可愛いのですが、着てみてびっくり、この可愛さ、本当にモフモフの素材で首がこの詰まってる感じなんだけど、ちょっとアメスリっていうか肩がこの内側に入っている形をしていて、たまらなく可愛いです。可愛い展示会でお買い物する時ってこうオーダーしてからね、もうなんか 2,3 ヶ月とか長いとこうかかってから届くから、過去の私が可愛いと思って買ったものなんだけど、こう改めて届いた時にもう一回可愛いって驚いちゃうんだよね。今その現象を一人で起きております。自分で購入したはずなのに可愛いってびっくりしてる。可愛い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 、やっアニュアンズにね今年くらいからすごくハマっていて、なんか結構きれいめなお姉さんな、ファッションが多いんですけど、結構私好きなお洋服がですね、体のラインにぴったり沿うようなデザインが好きなんですよ。なんだけどやっぱり日本のブランドでそういうものってなかなか少なくて、そんな中アニュアンズさんはこう体のラインを結構ねこれでもかと、出してくれるお洋服が多いし、それでいて女性の体をこうさらに美しく見せてくれるようなラインの作り方が本当にお上手なブランドさんなのでハマってます。いやー可愛い、このもうなんか寒いのか暑いのかもうどっちなのっていうようなお洋服が私は本当に大好きなので、こういうのに例えばジャケットとか羽織ってこう肩掛けして出かけたりとか、本当にね夏の終わり秋の始まり、もう何着ていいかわからないぞっていう時はやっぱりこういうもう暑いのか寒いのかわからない服っていうのが意外と活躍するので、本当に大好きで、こういうのが、いやこの子も可愛いわ。
ありがとう過去の私で今なっております。ではこのアニャンズのモケモケニットを着たまんま、ここから怒涛の靴が3足登場いたします。これも去年からずっと欲しかった形のブーツっていうもので、それをですね、じゃん、初めましてのこのイエローで購入いたしました。まあ、結構ブーツのデザインとかが攻め攻めで、おしゃれなギャルの皆様御用達ブランドみたいな感じなんですけど、ギャルの皆さんって自分を見せるのが上手っていうか、体のラインを綺麗にファッションになんか取り込むっていうか、見せるのがやっぱお上手なんですよね。まあ、そんなわけでこのギャル御用達のイエローさんのブーツ、ほんと可愛いなと思って去年から見ていて欲しかったんですよね。オンラインが多分メインなんですけど、この前渋谷でポップアップがやっていて、この機会に行くしかないと思ってギャルの皆さんに混じって行ってきました。まあでも私は心にギャルを飼っているので、心にギャルを飼っていたら世の中の人全員ギャルという認識で OK だと思いますので、そちらを購入したっていう感じです。購入したのはこちらのブーツでございます。見てこの形。はい、平成を生き抜いてきた女子の皆さん、この形に見覚えございませんか？そうです、ミニモニでございます。はい、あのハロープロジェクト のミニモニですよミニモニちゃんってこういう形のブーツ履いてませんでした？それであれ踊ってたと思うんだけど、もうやっぱ時代って回ってくるんだなって感じなんですけど、この形のブーツが本当に私去年からずっと欲しくて、ことの発端はジバンシーがこういう形のブーツを出してるんですね。もうめっちゃくちゃ可愛いって思ったんだけど、さすがね、まあ、ジバンシーさんなので、まあ、30万ぐらいそのブーツがするわけなんですよ。おーと思って、それはそれはちょっと一旦落ち着こうと思って、まあ、こういう形のブーツをずっと探してたんですけど、そんな中でこのイエローが超理想的なこのミニモニちゃん的な形のブーツを出してくださったという話でございます。去年もイエローでこういう形あったんだけど、本当ね、もう去年の気がついた時には売り切れてて買えなくて、2年越しですよ、ようやく購入することができました。一見ごついんだけど、やっぱりここの幅があることによってすごいこの足の出てる部分が細く見えるし、ブーツのここのここ自体も結構太めなので、パンツ履いててもインできるし、このソール部分自体はヒールではなくて均一なあの底になってるので、足が歩いてて疲れるっていう感じでもないし、すごく履いてて楽ちんなブーツっていう印象です。ここにちっちゃくイエローって書いてあります。あのポップアップで履いた時の感じはこんな感じなんですけど、まさしくあの憧れのミニモニのラインという感じになってます。めっちゃ可愛いよねこのブーツ。こういう形のブーツ欲しいんだけど、どこでも見つからないっていう形がイエローには結構あるので、結構本当にね、私も行った時に店員さんもお客様もみんな結構本当に可愛いギャルちゃんたち で、私大丈夫かなって思いながらお買い物したんだけど、ギャルの皆さん優しかった本当になんか結果論としてめちゃめちゃいいお買い物できたし、ギャルの皆さんすごい優しかったんだよねこんなもブーツを抱きながら語っちゃうぐらい優しく私に接してくださって、楽しくお買い物ができたので、うわイエローめっちゃいいと思って、なんかこれから毎シーズンチェックするブランドになってしまいそうっていうぐらい、本当にこのブーツの形めっちゃずっと探してたから理想の子に出会えた感じがします。まあ、お値段はね2万、ちょいだったんですが、あのずっと欲しかった形がようやく買えてとても嬉しいです。であのポップアップでお買い物したらノベルティで T シャツをいただいたので、これはちょっともしかしたら普通に販売してるものではないかもしれないのですが、記念に皆さんにシェアします。にゃんかわいい。ここにイエローって書いてあって、お、Aren't you wearing yellow? って感じで書いてあります。かわいい、このオフホワイトにブルーがアクセントになっていてかわいいですね。私あのパーソナルカラーがイエローベースのスプリングなので、真っ白よりもこういうオフホワイトがすごく得意な肌の色って自分で思ってるんですね。だからこういうなんかちょっとねオフホワイトっぽいカラーを見つけると、なんかつい、あ、私の色だと思ってあのお買い物ってか選んじゃう気質を持っております。
いやー嬉しい。本当にずっとこの形探してたから、なんかそうやって自分の中で欲しいものの理想を描いてそれ通りのものを見つけられるとすっごく嬉しくないですか。で結構私はこういうデザインのこういうものが欲しいっていうのが頭の中に明確にあっちゃうタイプだから、ある意味すごい見つけ出すのがね大変なんですけど、これは本当に理想の子に出会えましたね。とってもいいお買い物ができたなと思っております。はい、ここまで話してきて突然ですが、今日つけているリップの紹介ですが、あー噂をすればジバンシーなんですけど、ジバンシーの新しく発売されたこのリップがほんと可愛くて、見える？このジバンシーのこのロゴがここに書いてあるんですけど、今日はこちらのリップをちょっと落ち着いた色の黄身系の、まあ、ブラウンまでいかないけど、はい、色をしてますね。でそれにこのロム&のキラキラのチュルチュルグロスを今日は重ねて、なんかちょっと秋服気分を盛り上げようと思ってこのリップを選んでおります。噂をすればのジバンシーですよ。可愛い。ジバンシーはファッションもだけどコスメも可愛いですよね。はい、そして皆さんお待たせ、ザラに移っていこうと思います。ザラはですねオンラインで購入しました。ちょっとね届いて、私今初めて開けるからちょっとワクワクドキドキ。オープン、ザラーン。ザラではですね靴を2足購入しました。1足は店舗で見てもうすでに履いて、あこれ欲しいって思ったもので、もう1足はオンラインで見て買ったから、ちょっと履いてないのでまだ緊張なんですけれども、それでは1足目。ザラの靴って今こんな風にハイブランドみたいに袋に入ってくるの？オンラインで買うとこうなの？店舗でもこうなの？そんなに私ザラでお靴買ってなかったっけ。はい、それでは1足目いこうと思います。こちらです。ちょっと真っ黒すぎて伝わりますでしょうか。本当にバレーシューズだね、ほぼっていうバレーシューズになっております。ちょっとねツヤっぽい生地になっていて、ここがリボンで、ここの甲の部分も支えるものがついているので、まあ、ゴムで、これがやっぱあるだけですっごく歩きやすくて、まあ、これはもう秋冬本当にヘビロテすること間違いないだろうと確信をついたので購入いたしました。サイズ38でお値段は6590円となっております。ザラの靴って結構買った後何年も私履いちゃったりするぐらいヘビロテしてしまうので、なんか、まあ、疲れるものもたまにあるけど、ドンピシャに出会うと本当に使えると思っておりまして、こちらも秋冬めちゃくちゃ、冬は寒いかな、はい、もう素足で履いても可愛いし、ソックス合わせてもいいし、まあ、冬場タイツとか合わせてあげても可愛いだろうしっていう、ちょっと、まあ、冬寒いかはい、なんか本当に夢が広がるバレーシューズだし、まあ、本当にシンプルなので、まあ、流行とかなく活躍してくれるんじゃないかなと思って購入いたしました。もう可愛い。やっぱり時代はバレーコアなんですね。バレー、本当にバレーシューズって感じで、ザラの靴って結構この底が硬いものも多いと思うんですけど、これはね気持ち、そんななんかバッキバキに硬い印象じゃなくて柔らかめなので、そんなに疲れないんじゃないかなという予感がいたします。はい、続いてこれちょっと初めて見ます。はい、2足目いきますね。はい、真っ赤なパンプスを購入しました。綺麗なこのツヤ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 最高と思って、このちょっとセクシーな感じの足元を秋取り入れたいなと思ってゲットしてみました。こちらちょっと39にしてみました。でこれもやっぱりこういうパンプスなので、一見まあスニーカーほどは歩きやすくないだろうなっていう印象なんですけど、足首を支えてくれるものがもうこの1本あるだけで本当に歩きやすさって変わると思うので、パンプスだけどまあ歩きやすい方なんじゃないかなと思います。そしてこのヒールは本当に3センチぐらいでしょうか、可愛らしい印象のものがついてます。いやちょっと履いてみる。サイズ感が不安すぎてまだタグを取っていない。シンデレラフィットかも絶対に見せ方間違ってるけどシンデレラフィットかもしれない。はい、こんな感じのお靴になっております。え、可愛いし、やっぱこのとんがってる赤のパンプスってめちゃくちゃ綺麗ですよね
見せ方。あ、よかった、これはちょっと可愛いぞっていう感じの綺麗なパンプスがゲットできました。いや、意外と靴ってこれまた理想のものに出会うのって難しいなって思ってて、私その身長が168あるので、あんまりにもこうヒールが高いと、まあ、まず足疲れちゃうし、そんなにこう日常で選ばないので、こういうねちょっとのヒールっていうのが逆に助かる上に、かわいい、やだかわいい。いや、これもちょっとドキドキだったんですけど、届くまでめちゃくちゃ理想的な子が届きました。一安心でございます。これとね、もうアディダスのスニーカーちゃんとイエローのブーツがあれば、本当にこの秋足元かわいいっていう感じの状態が作り出せると思います。はい、そんなわけで私もなんかもう紹介していて、改めてワクワクしちゃうような子たちに出会えてたってことが、皆さんにシェアしていて改めて実感してしまいました。やっぱりファッションって、まあ、自己満足だとは思うんだけど、自己満足ってめちゃくちゃ大事じゃない。もう自分が幸せならそれでいいじゃないみたいなところあると思うので、まあ、TPO とかね、ある程度わきまえつつも、好きなものを好きなように着て、もうこの一度きりの人生を楽しんでいこうという、気持ちでね、私も生きていこうと思いますので、皆さんもなんかこの秋冬こういうの気になってるよとか、最近こんなところでこんなものを買いましたとか、そういうのがあったら、ぜひもう本当に私のことお友達だと思って、コメントにぜひ書き込んでください。ニヤニヤ読ませていただきます、それではまた次回の動画でお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。